今日もビーバリーヒルズの開発を頑張っていこう。森番の詰め所が完成したことで、ようやく建材の確保ができたな。丸太がないと発展が停滞するから、ビーバリーヒルズではお金よりも貴重だよ。ところでマリサ、北のカバの木を伐採していると、ちょっと気になるものを見つけたよ。うん、一体なんだ？これを見て。おや、これは土砂や流木が詰まっているのか。そうだね。このせいで水がせき止められ、川の一部が干上がっているみたいだ。取り壊すことができるみたいだから、ビーバーを向かわせてみよう。そうだね。水の周りの土地は緑が復活するから積極的に水辺を広げていこう。しかし、場所が地区から遠すぎて、撤去作業ができないようだ。でも、道を伸ばせばなんとかなりそうだね。道は無料で敷設できて無料で撤去できるから適当に引いておくよ。これで自然のダムを取り除けるようになったはずだ。地区の中心で働いているビーバーが自然のダムに向かっているね。律儀に道の上を走っていて可愛いんだぜ。目的地に到着したね。あとは堆積物を取り除いてくれるのを待つとするぜ。あ、終わったみたいだね。水がゆっくりと流れ込んできたぜ。水の動きに合わせて、緑がどんどん広がっていくよ。大地が蘇っているぜ。土地が潤えば、農耕に使える場所が増えるし、ビーバーの人口をさらに増やせそうだな。今後も水をせき止めている自然のダムがあったら、積極的に解体していこう。広がる緑を眺めるのは気持ちいいなぁ。うん、霊夢、下の方に見える水、なんか赤くないか？確かに、尋常じゃないほど赤いよ。明らかに自然のものでない。誰かがトマトジュースをこぼしたに違いない。トマトジュースでこんなに赤くなるか。それは汚染水じゃ。ビバ犬。汚染水、一体なんでまた？昔どこかの人間が大量の産業廃棄物を投棄したのだろう。それが水質を汚染しているのだ。耳の痛い話だぜ。汚染を止めることはできないの？研究が進めばできるかもしれん。だが、汚染水も悪いことばかりではない。どういうこと？時が来ればおのずとわかるだろう。言っちゃった。あいつ重要なことを喋らないよな。まあいいや。汚染水は飲むことも農業にも使えそうにないし、今は放っておこう。それじゃビーバリーヒルズの開拓を続けていこう。森番の詰め所のおかげで森が復活したが、もうちょっと森をたくさん植えても大丈夫そうだな。確かに、成長を待っている間は森番が暇するからね。というわけで森を広げるんだが、この奥の木も植えてみようと思うぜ。成熟に30日も必要だけど、1本の木から丸太が8個も取れるのか。時間はかかるけど松よりもたくさんの丸太を生み出すぜ。松の隣にオークを植えておくぞ。オークは成長に時間がかかるから、松やカバの木と合わせて育てていこう。マリサ、見てよ。南側の植林場、カバの木が育ちきったよ。やっぱりカバの木の成長は早いね。早速キコリビーバーが伐採しているな。この後もどんどんカバの木が伐採できるようになるから、ある程度の木材は確保できるだろう。なら、その丸太を使って貯水タンクを増設しておこう。前の干ばつの時はタンクの水で乾きをしのいだし、もう少し増設すれば安心だよ。前回は12日目に干ばつの合図があったし、そろそろまたやってきそうだからな。備えあれば憂いなし。マリサ、気象庁からもうすぐ干ばつが来ると連絡が来たよ。なんだよ気象庁って、どこにあるんだよ。まあ冗談はさておき、あと3日で干ばつ期間に突入するよ。今のうちにやれることは可能な限りやらないとな。すでに建設指示を出していたタンクはこれで完成したね。よし、それじゃ次は倉庫の増設を行おう。どうやらもう人参を保管する倉庫がいっぱいで、これ以上入らないようだからな。新しい倉庫は住宅の上に建設するぜ。建物の屋上を利用するのはこれが初めてだね。しかし高いところに建ててはビーバーたちがアクセスできないので、上り下りができる階段を建設できるようにするぜ。おお、階段か。階段があれば段差を越えることができるね。周辺の探索でも役に立ちそうだな。倉庫と階段が完成したし、あともう一つ貯水タンクを建設しておくぜ。未収穫の人参は新しい倉庫にしまわれるだろうし、これで今回の干ばつ対策は打ち止めとしておこう。さあ、あとは干ばつが何日続くかが問題だな。小さな町だから手加減してくれ。干ばつが始まったぜ。川に依存する仕事が全てストップするから、新しく発明家を建設しておくよ。
発明家は、ビーバーさえいれば機能する建物だからな。それと、肝心の干ばつの日数がわかったぜ。どうやら今回の干ばつは3日で終わるようだ。前回は2日だから1日伸びたわけだね。ま、貯水タンクを倍にしたから余裕でしょう。いや、そうでもないぞ。タンクは増やしたが、その中に水が入ってない。は？今までは組み上げポンプ2つで順調に水がいっぱいになっていたのに。貯水タンクの設置がギリギリになったから、水を入れる時間がほとんどなかったんだろう。しまった。これじゃ前回の干ばつと水の備蓄はほとんど変わらないな。だがもう私たちに打てる手はない。備蓄が十分ということを信じて干ばつが終わるのを待つぞ。何事もなく終わってくれー。干ばつが終わったぜ。やったー。ビーバーたちもみんな無事だよ。しかし、今回はギリギリだったぜ。水の備蓄が空っぽになっちまったぜ。ゼロ。水が戻るまで1日かかるから、今日はビーバーたちには水を我慢してもらう必要があるぜ。しょうがないね。おお、水が戻ってきたよ。明日からまた水の生産ができるようになるぜ。今日1日水がなかったけど、体調不良を訴えるビーバーがいなくてよかった。と思ったら、その夜にみんな一斉に喉の渇きを訴え始めたよ。さすがに1日水抜きは無茶だったか。早く明日が来てくれ。朝になって組み上げポンプが機能したことで、なんとか事なきを得たぜ。よかった。倒れたビーバーはいないみたいだね。しかし、このままでは今後の干ばつを乗り越えるのは厳しいな。干ばつ対策には抜本的な改革が必要だ。抜本的って、どうするのさ？ビーバーが得意とする建築物。ダムを建設するぜ。確かにダムは膨大な水を貯水できる施設だね。ビーバーたちの設計図の中にダムがあった。これを建設すれば、干ばつになっても川に水を残すことができるだろう。おお、なら早速作ろう、そうしよう。ダムは川の下流に建設するぞ。これがダムか。上半分が空洞になっている立方体だ。下で水をせき止め、余分な水を上から流す作りになっている。つまり川岸の半分までの高さに水を貯められるわけだ。ダムの建材は丸太だけだから、早速建設指示を出していくぜ。隙間なく一列に並べて水の流れをいくらか止めるんだね。それじゃ、完成を待つとしよう。ダムが完成したよ。これで干ばつが来ても怖くないな。それに川の水位も上がったみたいだね。ああ、ダム建設中からどんどん水かさが増していったな。水がたっぷりでビーバーたちも嬉しいことだろう。しかし、一つ嬉しくないことも発生したぜ。水車を見てくれ。なんか、回転がゆっくりになっている。水車が生み出す馬力は20未満に低下。製材所を満足に動かせなくなっているぜ。急に微馬力が落ちたのはなぜなぜ。ダムができる前はしっかり回っていたから、原因がダムにあることは明白だ。おそらくダムが水をせき止めたから、その分川の流れが緩やかになり、水車を回す力が失われたのだろう。水車はただ単に水の中に突っ込むだけじゃダメなのか。水の流れを意識しないと水車は使えないな。ま、水車の効率が落ちるという予想外の出来事はあったが、当初の目的であるダムは完成した。これで干ばつに対抗できるだろう。やったね。これで少しは余裕ができたから、次は町の拡張に移ろうと思う。どう拡張するの？川の対岸は緑が広がる平地になっているだろ。ここを畑としてビーバーの人口を増やせるようにするぜ。おお、いいね。新しい作物も植えてみたいよ。では対岸の開拓を始めるぜ。まずは川を渡る橋を架けるぜ。一段高くなっている足場を川に設置すれば、それが橋代わりになるぜ。これが完成すれば向こう岸に行けるね。こうして橋の建設が始まったが、その隣では製材所が虫の息になっていたぜ。完全に生産がストップしちゃってるよ。完全にストップしたら板の生産ができなくなる。これは町の発展の支障となるぜ。よって、別の動力を用意する必要があるな。別の動力って何さ？回し車だぜ。人力発電ならぬ微馬力発電か。ビーバーが一人仕事に取られるのが嫌で敬遠していたが、
水車が使い物にならなくなった今、この回し車で動力を確保するしかない。こいつを製材所の隣に建設して、必要な動力を供給するぞ。ここを走るビーバーは健康的になりそう。回し車が完成したぜ。早速ビーバーが回し車に向かっているね。走るというよりも歩いているように見えるが、これで製材所が復活したぜ。回し車の中にいるビーバーはよちよち歩きしてるみたいで可愛いんだ。けなげに頑張る回し車ビーバーのためにも、この街をしっかりと繁栄させていかないとな。あ、橋がいつの間にか完成していたよ。よし、それでは新天地に乗り出すとするぜ。対岸も開拓して、街の規模を拡大するよ。そんじゃ、やってやりますか。よし、とりあえず開発の足がかりとなる施設はできたな。足場に道を作っていなかったから最初混乱したけどね。足場って道じゃないんかよって話よ。まあいい。2軒目の農場もできたことだし、農作物を栽培していくぞ。今回は2種類の作物を植える。まずはおなじみの人参だ。生で食べれる人参はやはり生産を増やしておきたいところ。もう一つはじゃがいもだぜ。じゃがいもは確か生食ができなかったよね。ああ、だからこの後調理場も作らないとな。やることがまたいろいろ出てきたねー。腕が鳴るよ。む、もう次の干ばつの時期か。いろいろやってたら時間の流れが早く感じるねー。まあいいさ。ダムがどれだけ機能するかこれで確かめることができる。今回の干ばつは歓迎すべき干ばつというわけか。干ばつがやってきたな。さて、街中の川がどうなるか要チェックや。結論を言うと大勝利だぜ。おお、街のところだけ綺麗に水が残っている。干ばつ開始から 1.5 日経っているがこの通り。農作物も枯れていないし水だって汲めているぜ。あとは干ばつが終わるまで水が枯れなければいいね。この光景を眺めているのは小気味がいいが、干ばつ中の時間も無駄にせず開発を進めていこう。というわけで、新しい娯楽施設として屋上テラスを建設していくぞ。これはその名の通り、屋上にしか建設できない施設だね。屋上で太陽の光を浴びながらリラックスできるようになるぜ。完成したものがこちらになるぞ。みんな気持ちよさそうに日光浴しているね。気に入ってくれたようで何よりだ。これでビーバーたちのクオリティオブライフが上昇したね。では、次はジャガイモを調理できるようにして、さらに生活の質を上げていこう。ジャガイモの調理には、グリルを使うことになるぜ。やっと人参ポリポリベリームシャムシャの生活から脱却できるね。それで建設場所だが、ジャガイモ畑の近くだと、地区の中心からのアクセスが悪くなっちまう。けど地区の中心がある方に建てると、ジャガイモを運んでくるのが大変になるよ。だから、その間に建てることにしたぜ。橋の隣にさらなる足場を追加して、グリルを建てられるだけの場所を用意するぞ。足場を動線じゃなくて土地にするつもりか。その気になれば、水上都市を建設できそうだな。よし、グリルを建設できるだけのスペースは確保できた。早速建設指示を出すぜ。グリルの建材は丸太だけだから、あっという間にできるだろうよ。壁や煙突の部分は明らかに木製じゃないけど、細かいことはいいんだよ。グリルの完成を待っている間に干ばつが終わったぜ。結局干ばつ中に水がなくなることはなかったね。今回の干ばつは4日間だったが、かなり余裕があるように見えたな。干ばつ、恐るるに足らず。いや、今後も干ばつ期間は長くなることが想定される。さらに日数が伸びた時に、今のダムで耐えきれる保証はない。慢心せずにもっともっと貯水機能を向上させるぞ。わかったよって、あ、マリサ見てよ。ジャガイモが収穫されているよ。おお、干ばつ中に成熟してくれたようだな。収穫したばかりのジャガイモを、完成したばかりのグリルで調理していくよ。芋を焼くと、グリルポテトになるぜ。1個のジャガイモから4個のグリルポテトができるから、食料の増産にもつながっているね。これで人参に並ぶ食料ができたと言っていいな。徐々に発展してきたビーバリーヒルズ。次は産業の拡充に励んでいこう。あとはダムの改良もしていきたいな。ここまでは順調だし、
この調子で頑張るぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。